ということで、今回ねアニバーサリー第2弾が来たということで、ガチャ動画いきましょう。っていうかね、最近もイチローセレクションアニバーサリー OB 多い、もう軒並み多い。これまだ来るんちゃうかっていうぐらいのね、ところで、まあでもいい選手がいっぱいいるんでね、これを引かないわけにはいけない。しかもスピリーグの監督をしている撮影が引かないわけにはいかないっていうところでね、やってまいりましょう。まずはですね、まずちょっとこちらを見てもらいたいんですけども、ターニングポイント累計ね、取ったこの OB 契約書、まずやってみましたね。だからもうこれは欲しいのね、一択、高橋由伸さんのみ、もうすぐね、継承できるっていうね、ところで、もうその12分の1当たるかどうかです。ね。さあ、誰なんだね。ところで、なんと、ね、気当てたのが、こちらです。じゃーん、ロリタさん。ね。はい。もうこれはもう、あれです。ミキサーか、交換会です。はい。まずはね、今来てる、こちらです。この、プロスピエースマンスリー感謝祭プレゼントスカウト。こちらもソフトバンクに行きます。千賀とギータが欲しいですよね。絶対人だったのからね。まあ、最悪、千賀とギータじゃなくても、この、シリーズ2当たってほしいね。これ1も当たる可能性あるからね。まさかの2枚引きっていうね。お当たった。こう当たったっていうことは、被らないんだよね。これでまだ確率一気だからね。被らないっていうところで。ね。さあ、何枚？お、でかね、T を2時間ぶっ通し、ね、さあ誰や、ソフトバンク、ギータか千賀だったら大当たり、ね、いや1枚か、1枚か、カモン、来い、グラシアル、シリーズ2、OK、グラシアル残留してほしいな、グラシアル残留してくれへんと、これはもう意味なくなるやんね、今回の本ちゃんの。このね、アニバーサリー行きましょう。ね、3回目で1人確定ね、6回目で G チームね、好きな選手を選べるっていうところでね、イベントがね、やってて、で、それが当たるから、まあ、6回目は今日やりません。5回まで。これはもう、プロスピユーザーの基本。ね、そうじゃないと、もしくは万が一被ったらもったいないからね。そういうところで、今回ね、まずね、見ていきましょう。塩見から。ね。塩見いいね。80。これ、移動地いけんちゃう？積極いいね。降格チャンス。塩見、やっぱ後輩だからね。塩見が欲しい。ね。次、青柳も後輩。帝京大学アニバーサリー。みたいな。全道地。いいね。しかもなんか、VIP さんがなんか、6割の猛者にも通用するって言ってたからね。青柳もいいね。で、続いて、中田翔。ね。中田翔。ファースト王さんいるからね。ちょっと幼稚な。これはね。中田いい選手。ね。復活おめでとう。ね。マクブルーも来季も残留決定。同地いけるけども、用事ない。ファースト抑えか。ビシエド。ビシエドはこれいけるね。同地はね。80、80ね。ビシエドしかもすぐできる。継承。ファースト。ビシエドでもいい。大丈夫。継承できるから。ね。で、佐野。佐野いいね。佐野もいいね。これも極みできるね。持ってるからね。佐野でもいい。で、続いて。お、山本由伸。9位スタミナ同士。しかも、ツーシームが D になってていいっていうね。綺麗。これは欲しいね。石川。石川も極みできるしね。石川も欲しいね。俺もスピリーグのロッテ監督としてはもう、石川のもう使い方マスターしてるからね。この前も、萩君のやつ見て、おそこから高速進化入れるのかっていうね。ところでもめっちゃ勉強だったから。石川いいね。これはもう9位を A にしたいね。石川でもいい。続いて、松井裕樹。松井裕樹いいね。松井裕樹でももう極みにできるね。松井裕樹持ってるからね。いっぱいね。いける。続いて、ギーダ。いいね。どっちいける？盗塁慎重になってて。アーチと広角。宿営。ギーダも欲しいね。噂も欲しい。極みにできる。噂いいね。噂もいいね。いや、どれも欲しいんだけど。で、森。西武のユニフォーム、最高かも買って。さようなら。オリックスのユニフォームになります。森はね、いい選手だけどね、里崎っていう選手と、城島っていう選手がうちのチームいるからね。これはもうね、いらないんだよね。で、これでも、全部かな。おいや、ということで、だから、ちょっと中田マクブルーム森はちょっと用事でね。
ということは12分の9、7割強です。これは当たるっしょ。だからこのね、6回中3行きたいね。3アリバの選手ね、行きたいで取りたい。だから絶対欲しいのはね、ギータ山本青柳、これドラフト1位にしようかな。だからこの3回目でギータか山本引けたらもう最高だね。でも青柳でもいい、塩見でもいい、ね、さあでも12分の9だからね、1回目ね。さあ3枚、お突き出てる、いや普通か。この3枚アニバ欲しいね、このガチャで。来いレインボー、いやー普通か。これもできるからね、極みに。いやー笑わないか、まあ、そんな甘くないかね。A も来ない、A 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 も来ない、最後に中川、怪我から復活、期待してますよ。さあ、2回目、レッツゴー。お、突き出てるよ、来る？調子くん絶好調とかないの、ないの？レッツゴーとかないの？来いレインボー、ここで来る。いやー、これ、光るだけってあんま見たことないけどね。いやー2回目もないか、笑ってカモン。いやー厳しいなー、3枚来てほしいなー、うん、見せたいなー。いや A も来へんや、最高停止か、高橋巨人ばっか。いやー今日の巨人の流れやめてほしい。ちょ中田のフラグじゃないよ、中田は用事ないよ、ザッキーチームは。3回目ね、まあ山本狙っていこうね。さあ2枚取り、いやこれは何枚取られた。いやこれ1枚っぽいな、何もけえへんパターンやな、これはさすがに来るやろ。あれ何もけえへん、うわ何もない、でも完全1枚っぽい、笑うだけ、うわ笑いもせん、びっくり。森これフラグとか言うと森も用事ないんだよ。いやーどうなん、いやー1枚か。さあ運命のアニバーサリー第2弾、1人目この選手です。12分の9よ、山本佐野、まあいいでしょう、佐野いいでしょう、いいでしょう。4回目カモン、頼むよ、あったまってきたよエンジン。ほじゃあ調子くんしか消えへんな、調子くんレッツゴーとかないんかな、カモン、笑って、3枚欲しい。で、なんか演出渋いなぁ。いや、全然や。マクブル。ドキドキせえへんぞ、これ。いや、そう。5回目。とりあえずはね、今日は、ここで、打ち切りです。ね。ここで、来てくれ。月は結構来るんだ。調子くんレッツゴーから白、わし来た、これ鳴らしてきたよ、これ皆さんもやってください、来たよ、確定来たよ。さあ50%、 S は 50%、 さあここでアニバ行こうよ、アニバ行こうよ、ダブルパッチ行こうよ、もう来るときお、後編だ、ほらドキドキする、まだ来ない、お、カラーカワパッチン行くよ、お、次かパッチン